乾杯。いやー、うめー。ちょっとすげーな。綺麗だよ。だからちょっと行ってみる。うん、すごい綺麗だ。シールがすぐ弾ける。待てが、すごい入ってる。はい、私もいただきます。なんかイクラみたいで美味しいです。料理上手だよな。はい、2杯目乾杯。明太子です。明太子、丼を混ぜて提供しています。塩辛食べてる。これすごい麺だよな。うめやな。黒いの丼だって。うん。味わいで。だってか、私も食べます。これ、いや、めちゃくちゃうまいです。でもやな。右側からレバー、真ん中が捨て肝っていう腎臓の肉ですね。で、一番左側がオタフクっていう鶏さんのせせりと首皮の間にあるお肉ですね。これもすごい食感のお肉になります。これレバーだな。別に出しても噛む。だてが、私もレバーから。いやー、うまいです。セギモだって、初め食べるな。うめな。なてが、はい、私も行きます。いやー、ふわふわうまいです。なんか食べたのにね、すげえな。うめな。こういうのは油好きにはたまらねえ。なてが、はい、私も食べます。うまい、うまい。はい、こちらは比内地鶏の鶏のお刺身。簡単なご説明をさせていただきたい。こちら左側は赤いお肉、こちらは比内地鶏のつなぎ物のお刺身で、右側はささみのお刺身でございます。こちらはわさびのささみのわさびを使用しておりまして、こちらは白いこちらの4本入っております。醤油とこちらのこちらの容器で入っています。こちらお花の募集するので、こちらでぜひお楽しみください。はい、説明忘れてしまったけど、これさせてみます。これぐらいで、すげえ綺麗だな。だから、最高だ。マジか。いただきます。おいや、マジうまですわ。この赤いねっていうのは、茎だけで忘れてた。なあ、ちょっとこの、なんかおすすめ、お花の塩とかですね。それちょっとやってみる。たまんねえな。なってが、はい、私も一口。いやー、コリコリとした食感で、なんか美味しいですわ。すげえな。ふわふわだよ。だから足これふわふわだな。やばい、うまそうだな。避難しのじのだっけが、だてが、私も食べてみる。わあ、ふわふわだ。はい、注文してよかった。うまいです。
し、何かもあったんです。こちらはもも肉の一番赤い部位でして、そのなんかも一番運動量が大きい、血液がよく流れるので赤い肉になっております。こちらはもも肉の一番柔らかい部位です。ヘタからいってみます。うん、うまい味わい。後からいってみます。うん、違う、うん、塩の効かせ具合抜群だな。フリスでいってみます。うん、淡白な肉の味わいです。みんな大好き椎茸、うん、最高なのかなこれ、うん、だからみんな、うん、うん、楽しみだ、なぜ、うん、ナスいただきます。田楽みたいな味付けです。美味しい。首の皮首の鶏が一番溶かしていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。そのまま炒めることができます。ありがとうございます。やっぱちゃんと骨抜いて削るって、うん、ちょっと行ってみるかな、うん、うまいね。え？うまいよ。首皮だぞ。うん。まずこれね、こってりすぎだもんな。だな。食ってみる。うん。やばみ強しだ。だってが、うん。はい、私はデザートアイスいきます。うまそうです。なんか酒かす入りですかね。美味しいです。ミニイナニワードのごまどれとカツオだしとわさびと骨に富士里町のわさびだな。うん、だなぁ、すげえなぁ、期待あるんだなぁ、うん、当店のうどんなんですけど、こちら若宮さんという店のうどんを使用しておりまして、麺が通ったんですけど、麺がとても長くて慣れて絡みやすいのが特徴でございます。ぜひお楽しみください。さっきまだちょっと食べてて、3年目これだけでも、うん、これ後で食うけども、うん、90cc でした。はい、おちょこで分けられます。おちょこ、はい、うん、はい、うん、これすごい綺麗だって。だからもう美味しそうだな。決まってる。私はアイスで締めだけど、うん、うん、あ、つまんだ。なってば何、佐藤よしきよりメドメドがそんな感じする。なんだ、キスミ、キスミゴマダラだべ。ゴマダラでいってみる。もうツルツルしてるから、うん、僕もこれ駒だれすごい飲み物、うん、たっぷりつけてもいいと思う。なんだな、うん、だけんべだてが、うん、すげえ、うまかったな。ぶっちゃけ焼き鳥はほんと最高だね。うん、いらねえなと思う。正直に言ったらうん、どうすけばよくね。うん、食べてみようと。今度来たら絶対頼む。うん、ということで、ね、うん、はい、急に来て会えたけども、うん、最高にやった。なったな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。